たふたりみゲームズの編集長、ヘイ、皆さんこんにちは、アタフタリミゲームズの編集長です。今日はドリスピをやっていきたいと思うのですが、箱根ドリフトブライドのクエストが更新されました。イエーイ。はい、こちら、いつもドリスピをプレイしていただきありがとうございますと。ボスバトルイベントにエピソードを追加しました。追加エピソードは対象はレベル82からとなりますと。はい、ちなみに編集長のレベルはまだ74レベルです。じゃーん。そうなると今回の追加エピソードは対象外という感じになるんでしょうかね。はい、最終ランキング入賞を目指せということで、レベル105にはボーナスステージが、豪華賞品を目指していち早くボスバトルイベントレベル100を目指せ、最終ランキング集計対象期間は7月7日22時59分までとなってます。なお中間ランキングの報酬は集計後順次配布いたします。配布には時間がかかる場合はございます。あらかじめご了承ください。というわけで、中間ランキングの集計は完了と、皆様の方に順次報酬の方は配布されていくようですね。続いてボーナスバトルが登場。撃破ポイント大量獲得チャンスみたいですね。活用のママとコウジと、あとサユリだったかな。まあ、この3人がレベル105に登場する最終ボーナスステージにて、低確率でボーナスバトルが出現。この低確率っていうのも、どのくらいの確率かは明確になっていないので、ちょっとまだ編集長の方ではわかりませんが、運よく出会うことができて撃破することができれば、撃破ポイントを大量にゲットできるそうです。やっぱり撃破ポイントで報酬やランキングはもうだいぶ変わってきますので、出会えるか出会えないか、この低確率っていうのはね、ものすごく重要なのかなと思いますが、運よく出会えた方は他の方よりもね、よりポイントを稼いでランキング上位に行けるのではないでしょうか。そして編集長は今回から車を変えました。前までは GTR R35 に乗っていたんですけども、今回のイベントを経てRX7FD3S に乗り換えました。その理由はこちらなんですね。この画面のイベントボーナス車仲間のボタンを押します。そうするとボーナス効果がある車がリストアップされてます。で、今回編集長が持っていたのはこの2台で RX7FD3S、 もう一つはシルビアも、持っていたんですけども、全然、強くない状態だったので、今回使えそうな星6の RX7 の方を選びました。でも、このランキングの上位の方が乗っている車をチェックしていると、やっぱりインプレッサのこの車ですね、R205 を乗っている方がもう大半占めていましたね。でも、インプレッサじゃなくても、少しでもいいからボーナス効果があれば、ちょっとでもランキング上がるかなと思ったので、今回 GTR から RX7 に乗り換えてみました。そして肝心の現在のランキングはというと3706位。いやー、かなり厳しい。はじめは800位ぐらいかな、まだいけてたので、これいけるんじゃねと思ったんですけど、もう土日を挟んだ時にかな、もう一気に順位の方は下がって、やっぱり皆さん土日すごくやり込んでるなっていう感じがしました。でもここで諦めずに少しでも順位の方を上げれるように頑張っていきたいなと思ってます。それではバトルの方を一試合だけやっていこうかなと思うのですが、先ほども言いましたが、編集長はまだレベル74なので追加エピソードができない状況です。なので今まで通りエピソードがない状態での繰り返しのバトルとなっていくのですが、早く82レベルか、到達できればなと思いますが、じゃあとりあえず、行ってみますか。あれ？これエピソードじゃないですか？エピソード追加の対象者は82レベルだったはずなんだけど、あれ？これラッキー？皆さんも同じ状態ですかね？いやー、もうそれだとラッキーですね。
はい。お、第4部、大団円に向かって。お、野次馬ドライバー、ええ、お、ストーリー進みましたね。はいはい。ヤジカは、聞いた聞いた、あいつなら、激アツバトルが見られそうだぜ。確かに心配だよ。でも、それならそれで、ドラマ史上に残る伝説バトルシーンになるんじゃねえか。いやー、期待しすぎて鳥肌立つ。たまに、自分たちが言う、ナビコっていうのは、このナビコのことを指してるんでしょうね。ああ、どうしたんだ、ナビコ。ああ、やっぱりこのナビコが、ナミコ？ややこしいわ。ああ、ややこしい。はい。それで、うん、代理店の社長ヤマト、このヤマトさんもね、走り結構熱いですよね。てか結局登場人物もほとんど敵ですからね。一度は敵になりますからね。お、そして人形使いの翼、こちらは新しい、キャラクターじゃないでしょうかね。うん、君たちの熱い魂のぶつかり合いをぜひ僕に。なるほどね。次の敵は翼も、参戦という感じでしょうね。さあ、ストーリーもだいぶ進めましたので、そろそろバトルでしょうかね。このさゆりさんもね、いつもこのウェディングドレスを着ていますが、こんな格好でね、レースをするなんて、もう普通じゃ絶対ありえないですよね。もうこのカツヨさんも、まあ、てかここに出てくる登場人物みんな必ず一回切れたような顔しますからね。特にこの泉、この泉なんてもね、もうこの喋り方見てください。もう男ですよ男。見た目はすっごく可愛いんですけどね、もう喋り出したらね、これ集中しやがれとか、あたいはとか言ってますけど、そのギャップがすごいですよね。まあでもこっちのさゆりさんの方がまあ女性らしい感じかなと思います。でもやっぱビジュアルはうん、やっぱこっちの泉の方が可愛いかなと編集長は思います。皆さんはどちらの方が可愛いでしょうか。ぜひコメントにて皆さんの趣味も教えてください。カチオでもいいよ。最高。さてロケットマスターの編集長がまずロケットスタートを決めます。えい、俺が決まった。これね、乗って分かったんですけど、 GTR の時と比べてこの RX7 だいぶやりやすい。ロケットスタートのポイントがね、結構広く保たれてます。まあ、おそらくですけど車によって本当にロケットスタートの回転数の範囲が全然車によって違うなーっていうのが分かってきました。よし、まあまあ楽勝ですよね。まあ、これも戦闘力ものすごく影響しますからね。まあでもレベル82の、泉だったので、まあ今からこのままいくと100レベルまでストーリーに沿って上がっていくとは思うのですが、まあなんせこの敵はもうどんどん怒り出すとレベルも上がって、レベルじゃなくて戦闘力か、戦闘力も飛躍的に上がっていきますので、もうそうなってくるともうだいたい800、900まで来ると、まあ、必ず1回負けて、で体力を削った上で倒すという、まあ、この流れが主流になっていくのかなとは思います。なのでこの時に大切なのはやっぱり燃料ですね。で燃料を減らさないようにするためには燃費、まあ、ここら辺の噛み合いがものすごく大事で、あと燃料タンクをどれくらい持っているか、まあ、これがものすごく今回のイベントっていうか、まあ今後のイベントも意識していかないとなかなか上位のランキングにはいけないのかなと思いました。というわけで今回は中間の追加エピソード、まあ、後半分ですね、の内容を紹介しましたが、どうやら今回編集長はラッキーなことにレベル74でも追加エピソードができました。なのでこのまま一気にストーリーを最後まで進めちゃいない、ちゃちゃちゃぱっ、進めてしまいたいなと思います。あかん、噛みまくってるわ、すいません。それではまた次回も見てください。編集長、バイバーイ。このオフィシャル YouTube チャンネルを最後まで見てくれてどうもありがとう。私の動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。おすすめの動画はこちらから、出演情報はブログにて更新中、概要欄のリンクからどうぞ。それではまた見てください。おやなぎ。